山内忠義は、江戸時代前期の大名。土佐藩の第二代藩主。山内康豊の長男で、叔父、山内和豊の養子氏。文禄元年、山内康豊の長男として、東都海国掛川城に生まれた。慶長八年に、叔父、和豊の養子氏となり、徳川家康、徳川秀忠に拝越し、秀忠より返記を与えられて、忠義と名乗る。 同十年に、家督相続したが、年少のためジップ、安豊の補佐を受けた。慶長十五年、松平聖を貸しされ、十四位した、とさ守るに助任された。また、この頃に、居城の河内山城の名を、高知城と改めた。慶長十九年の大阪冬の陣では、徳川方として参戦した。なお、 この時預かり人であった、毛利勝長が忠義との主導関係を口実にして、脱走し、豊臣方に加わるという陳事が起きている。慶長20年の大阪夏の陣では、暴風雨のために都会できず参戦はしなかった。反省においては、慶長17年に法令75条を制定し、村上八兵衛を中心として、現名の反省改革を行った。 寛永8年からは、野中県山を登用して、寛永の反省改革を行い、金山主導のもとで、用水路建設や、港湾整備、合紙の取り立てや、新田開発、村役人制度の制定や、産業省令、専売制実施による、財政改革から伊予和島藩との国境問題解決などを行って、反省の基礎を固めた。改革の効果は大きかったが、 金山の功績を染めむ一派による残言と領民への、不益が過重であったことから反発を買い、明暦2年7月3日に忠義が隠居すると、金山は後ろ盾を失って失脚した。漢文4年11月24日、死去。去年74。墓所は、高知県高知市天神町の新妙寺。死女は後男四女。ありがとうございます。